ウィングコレクションは、エフトイズが発売する、1、500または1、300モデルの航空機模型である。日本航空の JAL ウィングコレクションと全日本空輸の ANA ウィングコレクション、およびエフトイズが発売する、日本のエアライン、および世界のエアラインについても記述する。星印は1、300モデルで表す。2007年11月22日発売。 本モデル発のボーイング787を製品化している。2009年2月23日発売。2011年2月28日発売。本製品は JAL のボーイング747から400が2011年3月31日に引退したことにより、JAL の歴代ボーイング747を全モデル製品化したものである。 2012年9月24日発売。本商品は2011年3月に復活した鶴丸を全モデルラインアップ化している。2015年3月30日発売。また、2018年3月12日に再発売され、箱のデザインなどがリニューアルされたが、ラインアップに変更はない。2020年7月27日発売。 2006年12月18日発売。ウィングコレクションシリーズで唯一窓やドアは塗装済みではなくステッカーを用意していた。またボーイング727から200とボーイング737から200は一箱2切りになっている。2008年12月8日発売。本製品は1950年代から1990年代に活躍した名機を製品化している。 2012年3月26日発売。2017年3月27日発売。2014年4月28日から発売された日本のエアラインに PC ゲームとコラボレーションし、ANA グループや JAL グループ、国内の航空会社もモデル製品化されている。ウィングコレクションと同様のモデルブレーンを製品化されている。 2014年4月28日発売。2016年9月26日発売。本製品は、ピーチをはじめ国内の LCC や日本で初めて ATR42 の甘草エアラインを製品化した。2019年9月30日発売。2018年9月24日に発売された。 エアラインシリーズで世界各国の航空会社を製品化されている。2018年9月24日発売。日本就航50周年を迎えたシンガポール航空で、本製品はボーイング777から300と、ボーイング777から 300ER や、新規のボーイング787から10と、A330 から300、A350 から900。 A380 が製品化されている。ありがとうございます。